正岡大介は、日本のプロレスラー。2004年11月7日、東海プロレスの対、根本カオル戦でデビュー。2006年6月、愛知県カリア市のデプニー席。2008年4月27日、海援隊ドジオカリア大会にて、暴走ボーイライトの持つ、うは世界ミドル級王座に挑戦するもダッシュならず。9月13日、デプ第16戦にて、 小杉健太とのタッグで、ユージキとアンド、芝山キアを破り、アイモールハイタッグトーナメントを優勝。初代デプ無差別級、タッグ王者に認定。12月31日、後楽園ホールにて行われた、プロレスサミットに出場。セミファイナルの6人タッグに抜擢されるもホールを奪われてしまった。2009年より、大日本プロレス、D、ダッシュ、ボーイズ。 666等多団体へも積極的に参戦。6月9日に開催された D ダッシュのウルトラマンティスブラック戦にて試合中に肘を負傷し、欠場していたが、9月6日デプのアイモール、三好大会で復帰した。2010年10月のデプ4周年記念興行にて、同年12月をもってプロレスラーを引退することが発表され、12月19日に中スポーツセンターにて、 引退工業が開催された。今後は、協定選手になることを目標としていくと語った。しかし、協定選手の夢は叶わず、フリーランスとして2012年12月に、プロレス復帰。道頓堀プロレスを中心に、2013年には、軽度女や VKF やフリーダムズなどとインディー団体にも参戦し、2014年1月8日より、フリーダムズに入団した。 なお入団後もフリー時代に参戦していた、道頓堀プロレスには、継続参戦し、第2本プロレス、大阪大会にも時折参戦している。また同年のデスマッチトーナメントに参戦し、以降そのまま、デスマッチ戦線にも加わって活動している。2016年5月2日、キングオブフリーダムワールド選手権王座の、第6代王者決定戦で、加西淳と対戦し敗北。しかし、 同年12月26日の同王座戦で、ビオレント・ジャックを破りベルト獲得した。2017年1月3日、新木場でのダムズはじめ2017新春。お年玉争奪ワンデートーナメントでは、吹本健二、力、杉浦徹、新正樹を破り優勝。8月27日の後楽園、ホール大会では、キング・オブ・フリーダム・ワールド選手権王座の防衛戦を、 行い、ミエ度エクストレモと対戦。エクストレモと、頭突き合戦を行い、途中蛍光灯束を抱えたままコーナーからのスパニッシュフライを繰り出し、最後は、鶴木山テーブルへのスパニッシュフライで3カウント。記録は19分22秒で片エビがため。試合後、正岡は、ミエ度、俺はあいつに惚れた。なんでこんなにやりたいと思う相手が、目の前からいなくなるんだよ。 何度でも何度でもやりたい。組んだっていい。ダムズまた来いよ。と、この試合をもって、帰国となるエクストレモは、佐々木さん、ワンチャンス。もう一回、お願いします。と、それぞれ再戦を所望した。2019年1月、アメリカ GCW への遠征中に膝を負傷し、以降長期欠場。2020年6月10日の、 新規バファーストリング大会で1年5ヶ月ぶりに復帰した。ありがとうございます。